柳井駅は山口県柳井市中央2丁目にある西日本旅客鉄道山陽本線の駅。島式、相対式3面4線のホームを持つ地上駅。真ん中の3.4番乗り場が島式である。駅舎は1番乗り場側にあり、その他のホームへは古戦橋で連絡している。送りなどの案内は窓口横のタブレット型のモニターか駅員から聞くしかない。かつて、 フルカラー発車表があった壁ホームには様々な号車案内が存在し、今でも新幹線開業前の優等列車の号車案内が残っている。岩国駅管理の直営駅。愛子家は非対応であるが、2022年春に利用できるようになる予定。駅スタンプは白壁に昔をしのぶショートの駅。1番のリバが上り本線。3番のリバが 上下共用の対比線、4番乗り場が下り本線、5番乗り場が下り、副本線である。貨物列車の通過待ちや当駅始発を除き、1番乗り場と4番乗り場を使用する。また、1.3番線の間には、ホームのない抽選が設けられている。夜間対白が設定されている。新型券売機導入自動券売機は、新幹線の乗車券を取り扱える。 緑の券売機と多機能券売機、機能限定券売機がある。緑の券売機では、クレジットカードも使用可能。多機能券売機は、定期券購入の場合のみ、クレジットカードを使用できる。これらの券売機は、近隣の岩国駅でも採用されているが、屋内駅では、現状アイコカエリア外のため、交通系、IC カードの取り扱いは、一切できないが、 2022年春に利用できるようになる予定。出口は北側にある。南側へは地下道で連絡している。駅南の自動公園に保存されている C50125 かつて駅南側には屋内機関区があり、D51 型や D52 型も配置された中規模の機関区であった。1972年頃まで C50 型が所属し入れ替え作業に使用されていた。 その後機関区は廃止され、創車場のみがしばらく残ったが、1996年、頃から線路が撤去され、再開発のためショッピングモールになった。現在は、駅南側の古外作自動公園に、入れ替えに活躍した C50125 が保存されている。北側には、白壁の街並みが残り重要な文化財として、整備された。1日の平均乗車人員は、以下の通りである。 校内販売業者水料券がドライカレー弁当を発売していた。販売の落ち込みにより、駅売りから撤退し、寝台特急の車内販売での未膜のうち弁当を販売するという得意な営業形態をとっていた。この営業形態も2009年3月14日のダイヤ改正で、屋内駅に停車する寝台特急が廃止されたため終了した。ありがとうございます。